安倍正義は日本の作曲家、教会音楽家である。宮城県仙台市に生まれる東北学院中学部卒業後に渡米し、ニューイングランド音楽院で声楽、ピアノ、作曲を学び、1927年に帰国する。ニューイングランド音楽院ではピアノ及び作曲学を、スチュアート・ーメイソン、FS ・コンバース、ジョージ・ W ・チャドウィックに指示、3年連続で 同学院作曲家エンドカット賞コンクール入選優等賞を受賞した。米国滞在中の主要作品として、小オーケストラ組曲、小川のほとりに、橋の上にて、オーケストラのための助曲、あけぼの、公共師、ボストン生活の思い出などが挙げられる。東北学院、明治学院で教える。第二次世界大戦後は、キリスト教音楽学校の教務主任として、 教会音楽の向上に尽力する。賛美歌、青年賛美歌の編集を委員を務める。また、吉木康氏のマブネの中に2曲をつける。帰国後に発表された安倍正義の代表的作品であるオラトリオ、ヨブは日本人作曲家による最初のオラトリオ作品であり、旧約聖書のヨブ記に基づいた、この作品の作曲は1930年に 安倍正義が構想を決意してから1945年に明治学院を退職するまで継続的に行われた。この作品について安倍正義自身は1965年12月25日に出版された学府初版本の端書きにおいて次のように書いている。1930年に逆上り、オラトリを、予部を作曲しようと決意しました。動機、 自分は幼少期より物質精神的方面によって深刻な苦難の経験を舐めてきました。当時呼ぶ気を繰り返し熟読するにつれ呼ぶの苦しみと比較するなら自分のそれらは物の数にもならない。せめて彼の信仰の満分の一でも得られたら今後も経験するかもしれぬくなんとも勇敢に戦い抜け希望の光は全身に満ち溢れるような感激に打たれました。 予部の信仰の万分の一でも持てるようにと祈り願うこと切実でありました。いかに長年月を費やしても予部の信仰を音楽に表現したビーと決意しました。政府の法文と英語は同時に脚色しました。作曲スケッチは各訪問における収容会、協会音楽研究会、あるいは野に山に森に時には夢におてもスケッチは絶え間なくつ続けられた。 形式には、とらわれず自由にまた誰にもわかりやすく、聴いて直感できる曲にしどいために古いモードや、超現代的音階などは用いず一般の、境界人に受け入れていただける曲を書くことに、努めました。もちろん人々の思考は一様ではないので、この作品は、ありきたりのもの、親身に乏しい平凡作と評されることもありましょうし、また異なった批判も多々あるでしょう。 それはそれでやむを得ないですが自分としては、ヨブの信仰のあの強さ深さを音楽を通して、表現してみたびいい熱意を持って、全身全霊の務めたにすぎません。元中日米国対シェードウィンライシャワー氏は、安倍正義作曲オラトリを、ヨブ楽譜初版において、ザ・ピアレンス・オブ・セイニア・ベエス・オラトリを、ジョブ・イズ・エイ、テスタモニル、ツーザ・リマーカブル・ディベロップメント・テイキング・プレイス・インディス。 フィールドトゥゲート3時を寄せた。これまでに行われたオラトリオ、呼ぶの主な演奏会プログラムは以下の通りである。1オラトリオ、呼ぶ初演プログラム、内容、ご挨拶、呼ぶキオラトリオへの木、ご挨拶、楽曲解説、メッセージ、出演者、紹介に明ー学院大学グリークラブ第19、改底期演奏会プログラム、内容、 ご挨拶会長、松前隆弘、グリークラブ首相、中村厚志、紹介、プログラム合唱団、V エリア抜水産オラトリオ、呼ぶ演奏会、内容、オラトリオ、呼ぶの演奏にあたり、プロフィール、出演者明治学院大学グリークラブ第21、会定期演奏会オラトリオ、呼ぶ演奏会プログラム、内容、オラトリオ、呼ぶ再演にあたって、出演者、ご挨拶、呼ぶ木、 解説後明治学院大学グリークラブ第27、改定期演奏会オラトリオ、呼ぶ演奏会プログラム、内容、グリークラブ挨拶、ご挨拶、出演者、子、安部正義先生について、曲目解説、グリークラブ紹介、グリークラブ歌より、出演者紹介楽曲解説長年の、教会音楽の功績が認められなかったうごとともに、キリスト教功労者を受賞する。 ありがとうございます。